しい。精神の話はよして現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に悔いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。世界総人口の約8割が何らかの超常能力個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在。そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。もう大丈夫。なぜって私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。かませプレスウルトラ。いよいよ始まった職場体験。レッツストーリー。雄英高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。期待に胸を膨らませていた僕を待っていたのはオンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても誰だ君は、トシノリって全然通じてない。相当な脅しとはいえこれはやばいぞ。そもそもトシノリって誰なんだ。僕早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。オールマイトにはもう時間が残されてないから。だったら、だったらなおさら撃ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行。チュートリアル始めるぞ、受精卵小僧。すべての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が点でなっとらん、あの正義バカ。オールマイトは教育に感謝、素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろうってんだ。さあ、撃ってこいや。そこだ。うわ、まだだ。撃つ。いいぞ。うわ、衝撃は真上に当たって、いい動きだ。しょうが。
押しろ。いい動きだ。真上に。こっち。いいぞ。ゼルヤ。いい動きだ。ぐるっと衝撃を。やるね。押せよ。こちらからやるね。かかってこい。いいぞ。よし、やるか。チキショーが。レディークラッシュ。こちらから。そこだ。いける。よっと、さっき。いやそこだ。できない。つなげ。そこだ。突っ込め。やるじゃないか。やるしかないんだ。思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識が違うだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになっとる。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの死、グラントリノの元での職場体験の始まりだった。トリノにヒントをもらった僕、もっとワン・フォー・オールを。レッツ・ストーリー。翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は、深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけどグラントリノの一言で思いついた。イメージは電子レンジのたい焼き。これかもしれない。ああ、わかった。一部にしか伝わってなかった熱がまんべんなく伝わるイメージ。全身常時身体許容上限 5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。本気で取りに行くよ。さてどうするか。さてどうするか。とりあえずは俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。戦うしかないのならアタック。ワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態。そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。馬が。
そこだ。もう一度だ、撃ってこい。攻撃を当ててフルスウルトラゲージを貯めろ。ねぎらえや。この一撃やるね。つなげる。そこだ。いい動きだ。やるね。この勢いで。うわ。さあねぎらえ。いいぞ。いや。ごめん。この勢い。よし。締めに一発撃ってこいや。フルスウルトラ2を放て。やるね。力のすべてを。やるしかないんだ。